はい、たまちまです。今回も殺戮の天使続きやっていこうと思います。前回はですね、毒ガス10万からの爆発からのザック思わせぶり、何が起こったんでしょうねまた多分何かが起こるはずやと思うけど、ねえ、せっかくここを通るんだからもう一度聞いてあげるわ。牢獄で一生過ごすのはどう？どうザック、だから入らねえって言ってんだろ。しつこいんだよ。どうせろくなもんじゃねえってことは分かってんだ。だから何度も聞いてくんな。聞いてくんな。あら、釣れない。私を楽しませてくれる道具にはなってくれないのね。は？なんか久々に実況するけん、喋り方がわからなってきたな。結構ね、収録を取りだめして休むところがあるので、一週間ぶりぐらいに喋ってる気がする。道具っていうのはね、あなたたちのことを言ってるのよ。だって、あなたたち見てると、本当おかしいんだもの。やったな、ザック。受けた、受けた。随分、変な約束事をしているのね。危うくって、お互いの身勝手を押し付けただけの約束。利害は一致しているように見えるけど、お互いが道具にしか過ぎない。でも、本当の道具は、どっちなのかしら。あ？どういう意味だ？あらやだ、わからない。でもいいわ。だからこそ、罪人なのよね。ザック、バカやけん、あんまそういうこと言わんといてあげて。そういうの、罪人らしくて好きよ。それにバカな子も可愛いわ。ねえ、ザック。バカ。では、引き続き、刑罰をお楽しみください。ザック、バカって言われたよ。誰がバカだ？ねえ、ねえ、誰がバカやね。道具か。あ、ムカムカしてきやがった。ザック、今あんま話しかけんな。行くぞ。機嫌が終わるみたいですね。おしゃべりダメ。鉄格子の向こうには道が続いている。ここもしかして最初の分かれ道に続いていたのかな。あったっけどうした、声みたいなのが聞こえる気がする。声、うーんって言ってるで。うーん、怖っ。牢屋の奥が暗くてよく見えない。ひどく不潔な匂いがする。やだー、ファブリーズ、ファブリーズ。牢屋の奥は暗くてよく見えない。何かが腐った匂いがする。多分帰ってきてすぐにファブリーズセント、ソファに直に座って怒られたような、ノブがやってるような。おい、止まんの、声がワンフンワンフンって言ってる。こっちもなんかおる。また、え、あ、なんか出てる。あ、どうした、何か動いてる。人の手みたいなものが。手だ、見てほら。うわんはんはん、一生飼い殺しか。あー、躊躇ゼロ。踏んだだけで肉が崩れる。なんざひでありさまだな。あいつの言う飼い殺しを選んだからこうなっちまった。こうなりゃ使い物になんねん。道具以下じゃねえか。俺よりバカなやつもいるんだな。おお、自分がバカだと自覚しておった。ええこと、成長やな、君の。おい、構うな。どうせ死ぬんだ。もう生きてない。あ？とどめを刺したんは君やで、ザック。そうかよ。行くぞ。しょうもねえことに時間取ってらんねえんだよ。はい。うん。かわいそうに、これ。おっててだけになってしもて、右が。牢屋の奥は暗くてよく見えない。何かが腐った匂いがする。あれ、右がやられた。あれ、またなんか別の部屋になったけど、何？何これ？ロープ？どういうこと？これ登ったらいいの？暗くてよく見えねえが危ねえ床してんな。そうかな？あ、ほんまや、なんか。あんまちゃんと見てなかったけど、別に普通の白いフローリングですけどねって思ってたけど、ほんまやな、よく見たら針地獄やないか。大ごとよ。じゃ、これ上にかかっとるわけではないやな。綱渡り状態な。怪獣。何？怪獣。ヤッホー。はーい、ようこそ。よくまあここまで来れました。見ての通り、ここは落ちたらブスブスになって死んじゃいます。とは言っても、大したことはないの。ただ道が二つあるだけ。そう、行き着く先もちょっとした違いがあるだけ。どっちを選んでも構わないわ。まあ別に
この先も断罪があるんだけど。ね。でも、どうしようかしら。何せあなたたちは二人いるのよね。そろそろ決べきすべきじゃない？あなたたちの約束、滑稽なほど無意味に見えるわ。なんで私たちの約束みんな知ってんの？さっきのエリーもそうやけど。どうせ死んでしまうことを考えれば、不公平な約束だと私は思うのよね。まあいいわ。どうせこの部屋じゃ、二人とも同じ道は通れないでしょうし。ふふ、頑張ってね。どちらが先に断罪されるか、待ってるわ。ってことは別々のルート行くってこと？ザクどっち派？右派？左派？くっそ、回りくどいことしやがって。いつここ出られるんだよ。あ、イライラして仕方ねえ。今日なんかずっとイライラしてんな。どうしたの？あの女ゲラゲラ笑いやがって。早くぶっ殺してやりて。ごめんな。おい、何まだぼーっとしてんだ。あの女の人だけじゃなく、外に出たら、ちゃんと私も殺してね。レイチェル今それ言う時じゃない。イライラしてるから、この子。あんまり。ああ、お前そればっかだな。だってあなたは私を殺したそうに見えないから。そやでザックはツンデレと言われとんやで、コメント欄で。つまんねえ顔だからだよ。そもそもてめえとの約束は出てからの話だろう。それはわかってる。それまでにその人形みたいな顔、どうにかしろよ。ついでに、もうこのつまらねえことばっか言うのもやめろ。でも、約束は約束だけどよ。あんまり俺に命令してくんの。じゃあ君もやで。あの、レイチェルも命令しないから、ザックも私に、おいとか、お前とか、絶対言っちゃダメ。わかった、ごめんなさい。ごめんね。何？行くぞ。はい。なんか道があんの？向こう側にも通路は続いている。飛びはいけそうだな。この距離を？私は飛んでも届かない。あ、くっそ。じゃあまた投げ飛ばすか？何度もちゃんと床に投げ飛ばせる？ちゃんできる？ああ、しくじったらてめえは真っ逆さまだな。投げ飛ばすのはわけねえけど、俺は細かい力加減なんかできねえよ、バカだから。じゃあちょっとやめよう。オッケー。いや、普通にこっちから行ってみようか。おい、どうした？この縄のはしご、綺麗そう。二人で行くのは無理だし、私で通れるかどうかだと思う。あ、お前だけ逃げてどうすんだ。困ったなぁ。困ったなぁ。ザック、ここで追ってくれ。おい。どうすんだよ。いつまでも先に進めねえ。二手に分かれるしかない。あ、それで無事に行けんのか。分からない。分からねえって死んだどうすんだよ。どうするって？それで、レイチェルは死にたい声で。まあもういい。つまんねえこと聞いちまった。早く行けよ。おっ。オッケー。ここでザックと、あ、なに？っていうか、セーブ40までだったの。私、律儀にここの3つしかセーブしてなかったで。こんな、じゃあ40にセーブしよう。ギリギリ通れそう。あ、カトゥーンやんか。銃口、おう、当たらないように渡るしかない。当たらないよ。もう、ガンガンに行ったらええんじゃん。あ、なんで？ガンガンに行ったらあかんってこと？はい。なるほど。パーン、パーン。どういうこと？ザク何してんねん。ザパーン。ザパーン言うて。なんとか通れた。ザクは？でもザックは向こうのルートで行くわよな。これは私とザックが画面に映ってる。え？おい、また拳銃かよ。妙な気を起こして死んでねえだろうな。あ、くだらねえこと考えても意味がねえ。とりあえず、この床を飛んで向こうに渡ればいいんだろ。そういう感じですか？お茶目。だこれ、どっちに飛べばいいんだよ。あ、くそ、適当に行けば着くだよ。わかる。適当に行っちゃいって。いつか着く。いつか着くけん大丈夫。オッケー。オッケー、オッケー。届く？ち、この距離は届かねえの。くそ、どっから行きゃいいんだ。ザク戻って。え？あ、なんでだよ。ここから画面越しにザックが見えてる。たどり着けるようにザックは私の言う方向を飛んで。オッケー。ザック？あったよ、戻ればいいんだな。うん。私の言う通りに進んでくれれば。うるせえ、それくらい言われなくて戻れる。そう。ザックバカやけんな。ちょっと心配になったんな、レイチェルはな。ここは戻るしかねえな。全然レイチェル何も言ってくれんねんけど。レイチェル？右下。
下か右下。だから戻れるから指図すんなって言ったろ。こっちはやっぱやめだ。何してんの？右下って言ってたで。あ、くそー。右下へ。言ってるやん。どう考えても右下やろ。行きや、右下。レイチェル、次は？レイチェル？下。レイチェル？レイチェル、何も言ってくれんねんけど。とりあえず、戻ってみる？ザック、どう来たっけ？下？ザック、そのまま下に行こうとしてんだよ。オッケー。ザック、戻ったら左に4歩進んだところにある上の方の床に飛んで。4歩。ザック？へいへい。へいへいへい。ここ。そこから左上に飛んで、そこから上に、上しかね、分かってる。いちいちなんだよ。画面にザックが見えているから、私が行った方が早いと思って。それにたどり着いてもらわないと、少し困る。行け、早く。俺はゲームの駒じゃねえ。俺を勝手に動かそうとすんな。ごめんなさい。行きましょうね。ザックさん、上に行ってください。上。上。ゲーム実況者としては君を駒として動かすしかできないんですよ、ザックくん。ザックくん。着いたよ。おい。はい。ザック、そっちとこっち、別々にドアがあるんじゃねえか。そうみたい。どうすんだよ。先に行ってみないことには私もわからない。お前さっきからボケっとした顔しやがって、毒残ってんのか。それはもう大丈夫。ザックは？じゃあ進むしかねえ。うん、わかってる。頑張るから。わーってるよ、殺してほしいんだろ。わーってるよ。わーって、あいつ言ったな、躊躇なく言ったな。苛立ってる。ねえ。いやーねえ。あえて感情を分かりやすく表に出してくる子。いやーねえ。ほんで？あれ？どこ行ったの？鉄格子の向こうはザックが行った部屋？なにここ？あ、なんかあるぞ。薬品の入った注射器が置かれている。注射器？ザック注射打てるタイプ？ザック、この部屋は？鍵は閉まってるし、あんのは注射器だけど。どうしろってんだよ。注射でも打てラリっとけってか？ねえ、ザックはすでにラリってる。注射器か。少し見てみる。針は鋭く、本物のようだ。何の薬が入ってるんだろう。ん？なんだ？ヒントか？優しいよね。ちょいちょいちゃんと出てきて。ああ、本物！はーい。生身では初めまして。顔出し大丈夫ですか？その辺。キャシー。キャシー・リン・ウッド。合ってる？やだわ。この部屋に2人もいるなんて。店員オーバーよ。でも、面白いもの見られる予感がするわ。おい、クソサド女、今度は何だ？あら、ザックと、こんな美女相手にそんな口を聞くなんて、相変わらず。綺麗よね、キャッシー綺麗やと思う。でも、そんなところも、痺れちゃうわ。うるせえ、降りてきやがれ、ぶっ殺す。そういうこと言っちゃダメ。死ぬのは、あなたたちなのに、何を言ってるの？おバカさん。ねえ、おバカさん。ねえ、今度は何をすればいいの？ねえ、レイチェル・ガードの注射器は何のためにあると思う？予防接種しか思いつきません。刺して薬を体に入れるため。ピンポンピンポーン。当たり。ありがとうございます。この部屋の鍵は、それぞれ置いてある注射を打てば開きます。ただ片方はビタミン剤で、もう片方は危ないお薬です。危ない方は強いお薬だから、悪夢にうなされ苦しんで、そのまま目覚めないかも。はあ、どっちの注射器だよ。言うわけなかろうがんなもん。教えないし、忘れちゃった。そもそもね、この部屋はどちらかが当たりと外れだったの。さっきの部屋、ここに来る道が分かれていたでしょ？運が良ければビタミン剤、悪ければ危ないお薬、運試しだったのよ。でもあなたたち二人なんだもん。私も予想外だったわ。こうなると分かっていたんじゃ。あら、可愛くない子。違います、レイチェル、可愛い子です。賢いけどそれだけの子。見ていたけど、あなたザックの言う通りとってもつまらないのね。なんでそんなこと言うん。つまらんとか言わんといて。
やめてよやめてよ、アンチやめて。さあ、つまらない会話は終わり。あなたたちは一応二人だから特別ルールにしてあげる。その注射交換してもいいわよ。それとどちらかが両方打っても構わないわ。ただし一滴残らずちゃんと打ってね。不正はここで永遠の懲罰。二度とここから出られません。お、くる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 。それでは再臨将軍、今後ご利用しなさい。ちゃん、喋りや、生身で出てきたんやったら。ザックどうする？ザック、まあ、ビタミン剤かラリルかどっちかやろ。どうしようかな。おい、注射器持ってこう。え、注射器を手に入れた。どっちやろ。お前が二つ打てパターンか。でも持ってこいって言うけん、ザック二つ打ちそうな気がする。それはダメやと思います、ザック。ほんまにこれはお互い運試ししようや。どっちかがビタミン剤。健康的になるかラリルかは、もう運試しにしよう。なんか二つ打つとかやめよう。君のね、攻撃力結構頼りにしとるとこあるけど、あんまりそういうことはしたくない。持ってきた。お。おい、お前。これどっちが危ないやつかわかるか？うん？だろうな。俺もわかんねえよ。どうする？どうする？あ、じゃあ、運試しが希望です。俺はこんなところで死ぬ気はねえ。あの女に殺されるなんざごめんだ。どうする、レイチェル？じゃあ、私が両方とか？レイチェル、レイチェル、それはダメ。あ、てめえ、それで起きれる自信あんのかよ。さあ、それともザックが撃ってみる？レイチェル？あ、嫌に決まってんだろうが。どうせ、どちらかが薬かわからない。だからどっちに症状が出るか、最初からわかってる方がマシだと思う。まあ、それもあるっちゃあるね。正直、ビタミン剤打っても、その毒が入っとるかもしれんという思考で、あ、やば、なんか気分悪くなってきたっていう大げさな子がどっちかかもしれんしな。あんまそういうのよろしくないけんな。ザックが嫌なら私が撃つ。どうなるかはわからないけど。わからねえって死んだらどうすんだよ。どうするって。だからもし俺が死んだら、もしくはてめえが死んだらどうすんだって話だよ。え？誓ってくれたことが叶わない。でもそれは、レイチェル？レイチェル？チーンって、わからない。ごめんなさい。わからない。どうするザック。アジムラが撃とうか？でもどっちかだけで、どっちかは二人で撃ちや。あ、そうだった。てめえは死にたいんだったな。つまんねえこと聞いたわ。つまらない。あの女の言う通り、てめえも俺も、お互いに道具みたいなもんだ。まあ、神様への誓いがどんなもんか、知らねえが、てめえは死ねればそれで満足なんだろうけどな。なあ、お前、死にたいと思っていて、いい顔なんかできんのかよ。レイチェルずっとええ顔やで。つまんねえよ、お人形さんに道具にされんのは。でもな、今はあの女の思うがままになってやる気はねえ。ここから出んのが先だ。だから、お前のいいように使われてやるよ。え？俺よこせ。え？あ、ちょ、待って、それ私の注射器。うるせえ、文句があんな、てめえどうにかしてからよ。でも、よっぽど危ねえ薬みてえだけどよ。でも毒じゃねえんだろ。これで俺が死ぬなら、てめえなんかすぐ死んじまうってことだ。なら、俺が撃つ方がよっぽどマシだ。待って。またねえよ。あ、ぶっすんぶっすん。マジで？鍵、開いたな。マジで、こいつ。またザックの推し増えるやんか。おい、さっさと行くぞ。気持ちちょっと遅いし。注射怖かったんかもしれんの。うわ、レイチェルどうする？絶対またザックのファン増えたよ。増えちゃったな、絶対。どうしよう。あ、くそ、頭がぐるぐるしやがる。さっきからチラチラと。大丈夫、ザック。ザック。
したく。何？またこれやんか。これ前回の最後の方出てきたよね。何これ？ピンクと青。何これ？それ何？あ、それ気にしないのね。何やろあれ。ジーンズかな。なんか前回はなんか子供の施設の大人二人。なんかごめんな、説明下手で。何このテレビ。何これ。何これ。包丁を持って、ずさん。ずさん。あれかな、なんか、スプラッタホラー見てるとか言ってたよな、テレビで。それ見てんのか。こんな映画あるの、チャッキーかな。チャッキー見てんの？ああ、なんだ。こうすりゃいいんだ。ザック？ザック、ザック、ザック、何見てたん？チャッキー見てたやろ。多分、あんじゃ、ザック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 大丈夫？なんかチャッキーの映像流れたけど一瞬。ザック？え？何してるか？